このスポンジ使って小松菜を新たに育てていこうと思います。こういう風に後で切れるようになってます。で、こう真ん中に穴が開いているスポンジ、水耕栽培用のスポンジです。小松菜の種がこれでいいです。青甘うま栽培小松菜、巻き時は暖かい地域、秋巻きもできるんで今でも大丈夫ですね。まあ、今9月なんで、まあ、結構 いつでもできるような感じです。で、今からこれを水に濡らして空気抜いて種を置いていきます。一つに3粒程度入れていきます。こんな感じになってます。で、これからティッシュを、普通のティッシュです、2枚組になってるのは1枚にして、上からかけて こういう方にかけときます。またこれで育ててみます。9月21日小松菜、ちょっとネギを植えてた
ボックス栽培します。この小松菜を植えます。まあ種まきでこういうふうに書いてるんですけど、ボックス栽培で小さいので。面積が小さいので適当にもうばらまきます。まあできればラッキーという感じで適当にばらまいて、甘いてあとは適当に土をかけて、よいしょ、これで終わりです。まあ育てばいいかな。